LS は、フォードが製造、リンカーンブランドで販売していた自動車である。1998年4月に開催されたニューヨーク国際オートショーで発表され、翌年4月から販売が開始された。LS は、当時ユーザー層の高年齢化が懸念されていた、リンカーンブランドの若年齢化を図るべく、アメリカンラグジュアリーとヨーロピアンドライビングの融合を、 コンセプトに開発された同ブランドの新世代モデルでアメリカ合衆国をはじめとした全世界18カ国で販売される世界戦略者として位置づけられていた。プラットフォームは新たに開発されたフォードデュープラットフォームを採用している。日本では1999年10月からフォードジャパンによる販売が開始され後に イギリスのジャガーの S タイプとのプラットフォームの共有化や戦後のリンカーンブランドとしては初となる右ハンドルの採用などで一時話題となった。北アメリカ諸国では2000年度の北米カーオブザイヤーを受賞するなどアメリカ合衆国を中心に高い評価と人気を博したものの日本ではマニュアルモード付け後 AT の成熟不足や兄弟車である S タイプと比較して 内装質感の低さが指摘されるなど評価は振るわず、販売面において目線を強いられるなどして、2002年には日本への輸入そのものが打ち切られた。なお、同社の日本への輸入打ち切り後も、アメリカ合衆国では引き続き2006年まで販売が続けられており、7年間に延べ26万2900台が生産されていた。LS は、ラグジュアリースポーツセダンの頭文字に由来する。 販売当時は LS6 と LS8 と名付けられるはずだったが、トヨタが自社の高級車ブランドであるレクサスのフラッグシップセダンであるレクサス LS の名前と類似しているということで商標権侵害訴訟をほのめかしたが、フォードはトヨタが1999年に公開したコンセプトカー T150 を同社で発売しているフォード F-150 に告示していると、 フォード側も訴訟をほのめかした。結局、フォードは、LSV6 と、LSV8 に、トヨタは、T150 を、トヨタタンドラと名付けた。AB 車情報は、呼ぶブマガジンモーターデーズ、モーターデーズ新車市場、ニュース、コラムなど車情報サイトホーム新車市場機、リンカーン LS ハットレスポンス、今の車にレスポンス。 ホームカーライフベイ、カティが決定。日本導入も近いリンカーン LS が受賞。車好きなら、毎日見てる、ウェブクグから車専門誌、カーグラフィックウェブトップインプレッション、リンカーンリンカーン LS3.9V8、ブリーフテスト、ハットレスポンス、今の車にレスポンス。ホームニュースビジネス古き良き時代は終わった。あのリンカーンが日本から消滅するって。レフトラン、ニュース、リベス。 アンドインフォーフォーザオート、インダストリーアーティクル、リンカーン l エルエスランウィルエンド。ありがとうございます。